高柳広史蔵から1947年2月14日は日本の政治家。北海道岩見沢村長、岩見沢町長、岩見沢市長を歴任した。1867年1月、上野国に生まれる。東京法学院を卒業。1895年7月、岩見沢村家用に入職し200町部の開墾に従事。 1901年7月10日、二代目岩、三沢村長に就任。以来、39年間にわたり、岩見沢村長、町長、市長を務めた。1901年6月11日、今井雄吉が辞職したため、1901年7月10日に、村会の村長選挙により、高柳を選出。1901年7月10日間、 三沢村長に就任。1907年2月1日調整志行に、伴内初大願、三沢町長に就任。1909年には、前井は、三沢拓町助役だった、小田切良治に、町長選で敗れる。その後、1913年10月20日願、三沢町議に対して町長による、再選の圧戦があったとの批判により、小田切が辞任。 1913年12月11日が、三沢町長に再就任。1943年5月12日市政施行に、伴い初代岩見沢市長に就任。1945年に引退し、1947年、80歳で、没した。1952年には、高柳博志蔵王明海が、同志の有志らによって設立され、 功績を称え視聴者前提に銅像が立っている岩見沢創宗期から入職開墾していたことや学識が深かったこともあり岩見沢村民の推薦を受けて村長に就任長期にわたり主張に止まっていたがその運営手法は大地主や合能優先、優遇の観点で尊敬、調整、姿勢に当たることも多く庶民からは広村ではなく 京ょであると批判されることも多かった。子息の高柳正夫も岩見沢市内で小中学校校長を歴任したことにより岩見沢市立功労者表彰を受けている。孫には北海タイムス代表取締役社長を務めた高柳幸夫などがいる。岩見沢百年市編参委員会編。岩見沢百年史。ありがとうございます。